本日は、ひたすら北上しようということでやってまいりました。ただいまの時刻は13時40分頃です。12時2分に横浜を出発した上野東京ラインに乗って、ただいま古河駅にやってまいりました。茨城県古河市にある古河駅にやってまいりました。で、この電車ちょっと古河止まりなので一旦降りたわけなんですけれども、この後さらに北上したいと思っています。それがあと6分ほどでやってきます。13時46分発宇都宮行きです。こちらに乗りたいと思います。本当に今日は多分今までで一番電車に乗ってると思います。1日あたりで、本当は古河駅止まりの電車じゃなくてもっと宇都宮まで直通で行ける電車がこの後にあるんですけれども、ちょっと駅で待つのが私あんま好きじゃなくて、暑いということもありますし、なので、先に来てしまったわけです。同じ電車にでも2時間も3時間も座っていると多分ちょっとおかしくなってくると思うので先に参りました。ただこの6分間長いな。しかも暑いし。でここから宇都宮までだいたい1時間ぐらいみたいです。あ、来ますね。では北上して次は宇都宮で降ります。普通宇都宮行きが参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。 Your attention please.おっと、15両じゃなかった。ではこれ乗って宇都宮まで行きたいと思います。宇都宮に到着しました。ただいまの時刻はですね、14時半過ぎということですね。でここで、ちょっと1時間ほど待ちます。っていうのもあと10分ほどしたら黒磯行き来るんですけれども、黒磯から北に向かうものがちょっとなくてですね、乗り継ぎが悪くなってしまうので、ここで1時間滞在したいと思います。はい、なんとか電車の時間に間に合いそうです。こちら左手にいるのは黒磯行き宇都宮線黒磯行きです。では、さらに北上して次は、黒磯まで行きたいと思います。
5時21分に宇都宮を出まして、ご案内いたします。ただいま一番線に停車中の16時15分頃に到着、黒磯に到着しました。次はですね、この2段目に書いてあります新白川駅の電車に乗りたいと思います。4番線ということで、この階段を上って4番線に行きたいと思います。あ、そこワンマンだから自動ドアじゃないんだね。ではですね、こちらの車両に乗って、次の目的地新白川駅に行きたいと思います。今日も JR 東日本をご利用してくださってありがとうございました。この電車は東北本線、普通新白川行きワンマンカーです。まもなく終点新白川、お出口は左。はい、新白川駅に到着しました。ただいまの時刻は16時45分です。何分だ、25分ぐらい乗車していました。それではですね、この次まだ北上します郡山駅に乗りたいと思います。この東北本線というのは一つ変わった、大きく変わったことがあるんですよね。それはこちらです。はい、大きな仕切り板ができました。完全に分断されてしまいました。今までは郡山から黒磯まで一本で行けたんですけれども、このね仕切り板の登場によりまして、この新白川で乗り換えが必ず必要となってしまったんですよね。でこれですね、16時56分発郡山駅に乗ります。電車到着です。お手洗いに行かないと夜9時まで行けないので、電車のことはちょっと使いたくないから並ぶのは諦めて、行ってきたいと思います。今の時間は本当に通学の、ね、帰りの子が多いですね。学生が本当に多かったです。深川ですごい乗ってきて、で朝かな赤森でも乗ってきて、はい、無事に間に合いそうです。で問題はこの、今4番線に停車している17時46分発仙台行きの東北本線、どのくらい混んでいるかなんですよね。で次のですね、その仙台行きはですね、仙台でまたさらに北上する東北本線に乗り換えるんですけれども、それの乗り換え時間が4分なんですね。なので4分だともう何もできない。お手洗いももちろん行けないし、食料買うのもちょっと難しいなと思って、今のうちにやっておこうかなと思ったんですけれども、ちょっとあと4分じゃきついのでもう乗りたいと思うんですが、いやー立ちもいるぐらい満いっぱいですね。やっぱりあれなんだろうな、通勤通学の帰宅時間なので5時45分いっぱいなんでしょうね。で、今回の電車は4両編成です。基本的にこの郡山から出る東北本線っていうのは福島止まりなんですけれども、1日に2本、
仙台行きの電車があるそうで、それがこれです。こちらになります。いやもう本当にいっぱいだね。ではちょっと乗りたいと思います。だいぶ疲れてきました。仙台に到着しました。あ、早いな、みんな走ってる。とりあえずあと4分後に発車する、東北本線一ノ関行きに乗ります。ちょっとめっちゃ走ってるんで、やっぱ買わずに今入った音が。そうですね、エスカレーターです。あ、いっぱいだ。ではこの後はですね、東北本線一ノ関行きに乗りたいと思います。初めて見た車両ですね、これは。全部ロングシート。でもなんかもうボックス席も疲れてきたからロングシートの方がいいかもしれない。で、待合室もあります。こう何乗ってるだろう。10人はいないかもしれないですね。では最後の、本日最後の電車になります。東北本線北上行きに乗りたいと思います。到着しました。ただいまの時刻は22時55分です。以上で本日乗車する列車は全て終了いたしました。